仮想通貨の基礎には分散化の原則と銀行や他の金融間のような仲介者の不在があり、それによって仮想通貨は現在最も安全で匿名性の高い送金方法となっています。しかし自由の裏側にはまだ資金を失うリスクが残ります。ウルティマトークンは高いセキュリティレベルを備えたモダンなスマートウォレットでサポートされています。ウォレットはハッキングから保護されており、スマートウォレットにトークンを保管することは最大限のセキュリティが確保されます。ただし最西端のデータ保護技術でも重要なセキュリティルールを守らなければ資金を守ることはできません。このガイドではこれらのルールについて説明します。ルールに従って資金を保護し、暗号通貨市場での取引を最もポジティブな経験にするよう心がけてください。 1. ウォレットへのログインにピンコードを設定し、 Face ID またはタッチ ID を設定し、あなた以外がウォレットにアクセスできないようにします。これを行うにはアプリのセッティングセクションに移動します。次にセキュリティセクションでピンコードを選択し、ウォレット内で6桁のピンコードを設定するためにスライダーをタップし、チェンジピンをピンコードの変更をするために選択します。ピンコードは複雑である必要があります。ランダムな順序で配置された異なる数字で構成されている必要があります。それによって推測が不可能になります。888888のような同じ数字のパスワードは使用しないでください。顔スキャンまたは指紋によるログイン確認を有効するのは Face ID、Touch ID セクションで設定を行います。トランザクションの確認を設定してください。顔認識や指紋認証によるトランザクションの確認を設定することで、誰もがあなたのウォレットからトークンを送信することができなくなり、さらに保護されます。この機能を有効するにはトランザクションコンファーメーションの設定項目を選択します。なお、トランザクションコンファーメーション機能を有効にするためには、すでにスマートウォレットにピンコードまたは Face ID、Touch ID が設定されている必要があります。その後、トランザクションコンファーメーションのスライダーをタップしてください。また、ウォレット作成時に生成されるニーモニックフレーズへの注意を喚起します。このフレーズをデジタルデバイス、携帯電話のメモやコンピュータのデスクトップなどに保存せず、他の人と共有しないようにしてください。最も最適で安全な方法は紙に書き留めてしっかりと隠すことです。このガイドで説明した簡単なルールに従うことで資金を守ることができます。したがって、この簡単なガイドをウルティマエコシステムの他のユーザーと共有してください。